死難者の模型3サイズへの描写死難者は、乗っている1000人の人形が常に一定の方向を指し示す車のこと。中国の伝説の皇帝である皇帝が、戦のために死難者を作らせたと司書に記載がある。それによると磁石は使われず、左右の車輪の回転の差から、機械的機構により方くらいを特定する仕組みであったとされている。 その仕組みは、現代の自動車などにおける、作動歯車の原理に類似するものである。羅針盤とは異なり、自ら南の方角を探し当て示し続ける、機能はなく、指南者の示す方向はあくまで操作者が最初に設定した方角である。台車を床に置き、あらゆる方角に台車を転がし差し向けても、台上の仙人人形は同一の方角を差し示すのである。つまり、 その気候上指し示す方角は南である必要はないが、指南者と称されているのは、液教の成人は難免して天下を聞きの文に基づくとされる。また、指南者の指南という言葉は、指し示すという意味から教えるという意味に使われ、同様に教師、先生のことを指南役とも言う。なお直接の関連はないが、同様の意味の英語のオリエンテーションの原理は、 東に向けるである。また、ポルトガル語では同様の意味でノーティアという動詞が存在する。指南者にまつわる伝説として、史書には次のように記されている。中国の国家の創立者である皇帝、ケンエンは、混ン,ン山脈の壮大な宮殿に住んでいた。一方、同じ時期に敵対していた、部族長、死友は戦上手であり、皇帝の領土に攻め込んだ。その際、 死ゆは人工的に霧を起こしめくらまししようとしたが、死難者があることで皇帝は方向を見失わず勝利したという。古代中国においても伝説上のものと考えられたが、長江や場人氏が実際に制作、復元に成功した。日本では、斉明天皇4年と天治天皇5年に制作された記録が日本初期に見られる。10世紀中頃の 和名類受賞巻十一の記述として、周の聖王の時に用いられた逸話が説明されている。至南者のからくり人形。愛知万博にて現在では、古い時代のものは残っていないが、復元されたものは、北京の中国歴史博物館、台北の国立呼吸博物院に所蔵されているほか、日本国内では、鉱山祭の屋台試作、愛知万博の長くて愛知県館の展示物の例が、 ある。ありがとうございます。